ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃん昨日の昼ご飯は冷やし中華っていうことでね、これね、普通の、中華そばの麺やねんけども、スーパーでね一玉22円の、ね、麺で、タレはね自家製あっちゃん特製の中華そばのタレです。これねレシピはね、ポン酢にごま油入れただけ。ポン酢も自家製。ポン酢は、あっちゃんズキッチンの方を見てください。では、食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日も暑いね。ということで、冷やし中華食べます。いただきます。今日ね、普通のね、中華そばの麺で作ってんけど、ね、ちょっと太めになってね、だから。焼きそばとか あんな感じのね麺で作ってんけどね、違います。タレうまいね。これにね青じそを入れてもいいし、バジルペースト入れてもいい ね。青じそなんかで青じそいっぱい取れるときに青じそペーストを作っといてもいいのかわからんね。からしとマヨネーズを混ぜて、うまいね。もうね、こういうタレなんかも自分です。柚子風味にしてね。これ今回スターチ風味にしたんよ。柚子もこうで柚子絞りが売ってんねん、スーパーとかで。で、そんなんこうといてもいいしね。カボスでもいいし。業数はね、すだちと柚子とカボスが売ってるのかな。あんなんこうといてレモンでもいいし、レモンでさっぱりしてもちろんわからんね。中華そばには柑橘合う。からしちょっと混ざる。彼は、今回具はね卵、ひらがい卵、カニカマで大根の間引き菜って言ってね、これこの時期だけね寄ってて売ってるのよ。で春先に大根をね植えて芽が出てきて間引いていく葉っぱね、間引きないってね、この大きな貝割れ大根みたいなやつね、貝割れ大根って畑じゃなく水耕でやるでしょ。それは畑に大根の種バー巻いていっぱいビューッと芽出て何本か間引いて何本か残していく、その間引いた菜っぱがね寄ってって量売ってんのよ。初めて見たの和歌山で見つけてね、面白い思ってこうできて、で、あ、和歌山寄ってってちゃう、和歌山のエバグリーンで見たんや。和歌山ではよくあるみたいね。だからエバグリーンもやし、寄ってってもや、寄ってても和歌山やからね、売ってて買って、で最初エバグリーンのね、何でやったかな、和歌山のね、インター降りたチョコら辺のとこやね、名前せだけど、そこで見つけて買ってきてね、もう美味しかったね、安いし、そうだね、大根のベビーリーフ要は赤ちゃん梅でね、で種から芽が出て大根に、言うたらこんなちっちゃい種から芽が出て一本の大根になるってことは、一番その種から出た栄養素、大根一本丸々食べるぐらいの勢いで葉っぱ食べられねえね、要は大根一本食べろって難しいけど、これやったら10本分ぐらいの大根とか20本ぐらいの大根簡単にサラダで食べられる。だからそれだけ大根の栄養素を取れるっていうってあっちゃんは思ってんね。でやっぱり今キャベツ高いやんか、高いキャベツを無理やり買って食べるのもね、なんで高いかって言ったら取れへんから高い。取れへんってことは今の風土、今の気候、今の時期に合うてなかったり、今年の天候とかで不作になったりするね。それやったら豊作なもんってあると思うね。だから50円60円で売ってる野菜とかあるやん、安いの。それを食べる。だから要は今の旬、今の時期にいっぱい取れたものを食べる、それがええんちゃうかなって。これってね縄文時代、弥生時代、奈良からずっと江戸時代まで来てね、昭和、まあ、明治大正ぐらいからだんだんね保存技術が出てきて、
電車とかができてきて運輸ができてきたからね。やけども昔の日本ってさ、そんなに遠くまで行かれへんかったやん。だから、まあ、日本だけじゃない、世界もそうやけど、ってことは地産地消で今の季節に取れるものを食べてたと思うね。それが一番自然で体にいいことちゃうかなと思うね。だからね、奈良県みたいにね、山で魚が取れへんところのところは魚が食べられへん。その代わり山の恵みが食べられたり、ジビエ食べられたりね。あとどうしても魚食べたいときは塩漬けにした魚。だから奈良県はヒサバって言って、あの塩がっつり効いたしょっぱいしょっぱいサバとかしょっぱいしょっぱい鮭が主流で食べられてる。だからその名残でしょっぱいやつでは食べきれへんから、それを要はしめサバとか塩で締めた鮭を酢飯で握って抗菌のために葉っぱで巻いた奈良県特有の柿の外しっていうのがあるんじゃない。こういう昔ながらの食べ方、今はね冷蔵庫とか運輸のあれがね、発達して、変な話ほんまに海沿いでしか食べられへんかったイケイカ。イカってもうね、釣ったらすぐ死んじゃうから傷んでくるんだけど、生きたイカをすぐにさばいて、ね、動くイカを食べられる。またあれ食べたら他のイカ食べられへんぐらい美味しいんだけど、これがほんまに都内とかで食べる、いや奈良でも食べられる、輸送でね。物流が良くなった証拠やね。物流の力やと思うよね。だからこういうのってね、今までやったら奈良でね、生きたイカなんか食べられへんかったのに、それが食べられる。もちろん高いで、送料とか値段とか高くなってるけど、それができるんねんけども、やっぱ不自然なんよ。海のものを海で食べる、釣りたてを食べる、それが一番。だから今取れたての旬の野菜を食べる。そうするといっぱい余ってる、余ってるとかいっぱいできてるから、安いもんを美味しく体によく食べられる方法ちゃうかなってちゃうもんね。だからキャベツ高いからってわざわざキャベツ買う必要ないし、今なんかやったらあんまり大根の間引きながらこんな服で98円で売ってんねんけど、それでサラダしたらいいやん。もっと言い出したらダイソーでベビーリーフの種売ってるから、ベビーリーフ、ね、庭にパーンって巻くなり、植木鉢プランターに巻いといたらね、プランター2つぐらい作っといたら、毎日日替わりで取っていったら、ほんまにずっと永久に食べられる。冬だったら枯れちゃうけど。で冬になったら根菜、根菜類は体温めるからね、体の温めるものを食べる。だって昔の人の先人の知恵っていうのを借りるのが一番いいの。だから夏は冷やし中華よ。クエン酸、醤油、アミノ酸で、柑橘、クエン酸とビタミンね。で、ごま油、セサミンね、ビタミン。で、まあ、夏バテ防止であったり、食欲増進であったりね。で、ね、体を冷やす。体の口から、体を冷やす。さっぱりするけども、からし入れることで体の中のね、体温を冷やさない、体を冷やさない、でも涼しい気持ちになる。最高やんか。食べるのが一番かな。ね、
うん、私も今日も暑なりそうやね。うん、これは無添加、添加やから飲めるよね、うん、なんでかって言ったら天然の大豆、あ、じゃあ国産の大豆、遺伝子組み換えてない大豆、国産の小麦粉、そして海水天然、国産の海水天然を使って寝かして熟成させて作った生きた醤油を使ってるからできんだよね。これがペットボトルのね、醤油もどきをでやると塩分過多になったりね、化学調味料とかね、体に良くないものが混ざってるから飲んじゃダメやねんけど、化学調味料一切不使用のポン酢みたいなものから飲めるという、まあ酢を飲むと体にいいし、ね、夏バテ防止にも最高な冷やし中華、美味しかったです。ごちそうさまでした。完食しましたっていうことでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯、あっちゃん手作りだれによで作った、冷やし中華、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、うん、バイバイ。冷やし中華、タレは自分で作りましょう。安心して美味しいよ。